今夜の舞台はアンフィールド。スタジアム全体がサポーターの熱気に包まれています。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。さてサッカーファンなら見逃せないこの試合、リバプールがユベントスと対戦します。チームにとっては何としても勝ちたい一戦になりましたね。ここで勝ち点3を手にすれば相手に追いつくことが可能です。とにかくこれ以上突き放されるとまずいので、最悪でも引き分けに持ち込んでおきたいですね。ボールを失いました。こちらがリバプールの先発メンバーです。ゴールキーパーはアリソン・ベッカー、ロバートソンとアレクサンダー・アーノルドがサイドバック、ルイス・ディアスとサラーが中盤のアルゴン、そしてトップはダルビンです。ユベントスのスターティングメンバーを見ていきましょう。ゴールキーパーはシェスニー、ラビオとロカテッリが中盤の真ん中。攻撃の布陣は2トップを採用しています。2人のコンビネーションに注目です。パスカット、攻守が入れ替わります。しました。イベントスは序盤から先制のチャンスでしたが惜しかったですね。今のは相手のキーパーを褒めるしかないでしょう。クロスボールにはファンダイクが対応します。いいところを見ていました。ダルビン、そこスライゴールゲット、決まった。ゴールが決まって先制点。プレーが出ます。いいカウンターでしたね。ボールを奪って一気に攻めに転じました。そしてこの強烈なフィニッシュ、最後は1対1でキーパーをかわして決めました。この辺りはさすがとしか言いようがありません。かなり押し込まれた位置でしたがうまく対応しました。ディアス、定期になりかねないパスでしたがカットしました。追加点を狙ったシュートは枠に阻まれました。しかし積極的に打ってきますね。おっと、まだ次がありそうです。大きすぎます。誰にも合いません。ポゼッションを失いました。ユベントスのコーナーキックになりました。同点に追いつくチャンスです。コーナーからエリア内へ、ヘッドが決まったかと思ったんですが、キーパーが好セーブを見せました。絶妙なロングパスです。チャンスになりそうだ。ここはオフサイドです。ちょっと飛び出すのが早すぎましたね。もうワンテンポ待てばぴったりだったと思います。ボールは外に出ました。スローインです。相手に当たりコーナーキックが与えられます。
中に入れた。キーパーこれはよく止めました。いやー素晴らしいセーブです。チームを救いました。ディフェンスがうまく対応。さあここで一気に仕掛けられるか。カウンターアタックを狙いましたがボールを奪われました。陣内でのドリブルです。落ち着いています。さて前半も残る時間あとわずかとなりました。今のところ試合をリードしているのはホームチームです。1対0と今のところチームにとっては有利な展開です。中盤でのボールコントロールの質の差が僅差とはいえ試合をリードしている要因でしょう。後半もこのままいけるといいですね。アディショナルタイムは1分です。ここはサイドを変えてきました。前半はここまで。ハーフタイムです。後半戦が始まりました。ユベントスが1点を追う展開。ここからの反撃が期待されます。ありましたが攻撃は失敗に終わります。ダニエル相手に渡ります。ロブパスは直接キーパーに渡りました。ガッティ。ダニーロ。少し前を狙いすぎましたね。キーパーが処理しました。パスカット。攻守が入れ替わります。
ングルでボールを前へ。この攻撃はうまくいきません。ボールは相手に渡りました。アレキサンダー・アーノルド、コナテ、ポゼッションは相手に渡ります。ディフェンスの見事なブロックです。キーパー止めました。ここで決められたら苦手意識がついてしまう。キックオフの時間が迫ってきました。サポーターの声援でスタジアムは大きな盛り上がり。サッカーファンの皆さん、こんばんは。今日もサッカー中継の時間になりました。アンフィールドからナイトゲームをお送りします。実況は私、西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。さあ、待ちに待ったこの試合、リバプールがユベントスと対戦します。前節勝利しているチームは当然連勝を狙っているでしょうね。オンラインフレンドリーシーズンは短いので、ここも勝てば一気に勝ち点がブーストされます。今日も前節同様の展開に持ち込めるのか注目していきましょう。おっと、これは面白い。アリソンのファインセーブ、1対1を止めました。ボールを入れた。このコーナーキックはキーパーが弾き返す。最後に相手の選手に当たっていました。コーナーキックが入ります。相手に阻まれましたね。おっと、抜いてきました。どこから仕掛けるか。ありそうだ。キーパー弾く。このボールはキーパーが抑えます。
ナイスディフェンス、タックルで阻止しました。ここはボールがラインを割りました。どうしましたか。サラーのクロスだ。来た来た来た、決まった。先制点ゲット。いいクロスですね。うまく頭で合わせてフィニッシュ。素晴らしい反応でしたね。ガッティサイドチェンジ、サイドが空いています。少し早計でした。攻撃は阻止され、相手にボールを奪われています。マックアリスター、相手が寄せてきました。タックルで攻撃を切りました。ただし相手のスローインです。マケニー、コスティッチ、キエザに渡る。中の選手へクロスが渡ります。タックルでボールを取り返しました。リバプールパスをつなげない。さあ一気に仕掛けるか。カウンターアタックが終わっていません。ゴールキックとなりました。キーパーが蹴ったボールはそのままピッチの外へ。スローインになります。アウェーチームのボールシェア率が高くなっています。残念ながらほとんどフィニッシュにまで持ち込めていないんですよね。それが結果にも表れています。同点に追いつくためには何かアイディアが必要ですね。まあ攻撃に転じるためにもまずはボールを取り返さなければなりません。ここでうまく対処します。フラホビッチ、ここでボールを取り返しました。アドバンテージでしょうか。リバプールへのファウルを流しています。いいタイミングでカットしました。ディアス、ファーポストに入れた。もう一押しというところでした。カウンターのチャンス、ここは決めたい。ゲーザー、ここで攻撃を止めます。これで
勝ち点3を手にすることができればこの試合で優勝が決まります。サッカーファンの皆さん、こんばんは。今日もサッカー中継の時間になりました。アンフィールドからナイトゲームをお送りします。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんをお迎えしています。今シーズンのタイトル争いはここで決するかもしれません。大一番となるこの一戦、リバプールがユベントスと対戦します。チームに必要なのはあと1勝、つまりここで勝てば優勝が確定します。持ち越しとなればライバルが勢いを取り戻す可能性もあるので、ここで決めてしまえるといいですよね。選手たちが平常心で戦えるかがこの勝負を決定づけるでしょう。いい試合を期待しています。このセーブはキーパーのファインプレーです。こちらがリバプールの先発メンバーです。ゴールキーパーはアリソン・ベッカー、アレクサンダー・アーノルドとロバートソンがサイドバック、サラーとルイス・ディアスが中盤のワイドの位置、そしてトップはダルビンです。こちらがユベントスのスターティングメンバーです。ゴールキーパーはシェスリー、ラビオとロカテッリが中盤の真ん中。攻撃のフィット、シュートチャンス、絶好のチャンスでしたがシュートには持ち込めません。最後はキーパーがボールを抑えました。さあリバプール、ここから危険な形を作れますか。ダルビン、この歓声はシュートを求めてますね。お手本のようなタックル、ボールを奪取しました。ダルビン、勝ち越したい。いきなりゲームが動くかと思いましたが先制ゴールはなりません。まだエンジンがかかっていないかもしれませんね。スタンドに詰めかけたサポーターの大きな声援でスタジアム、サッカーファンの皆さん、こんばんは。今日もサッカー中継の時間になりました。アリアンツスタジアムからナイトゲームをお送りします。実況は私西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんをお迎えしています。今シーズンも開幕戦を迎えました。注目のこの一戦、ユベントスがリバプールを迎え撃ちます。連覇を狙う昨シーズンの王者がこの開幕戦に登場します。相手も雪辱を果たそうと気合が入っているので昨シーズンのようにはいかないかもしれません。今シーズンはどんなサッカーを披露してくれるのか注目の一戦です。ユベントスのスターティングメンバーを見ていきましょう。ゴールキーパーはシェスニー、ラビオとロカテッリが中盤の真ん中。前にストライカーを2人置いています。この2人が攻撃の軸となりそうです。こちらがリバプールの先発メンバーです。ゴールキーパーはアリソン・ベッカー、ロバートソンとアレクサンダー・アーノルドがサイドバック、ルイス・ディアスとサラーが中盤のワイドの位置、そしてトップはダルビンです。パスをカットします。キエーザ、ゴールは見えるか。アリソンのセーブ、まだインプレーです。1対1をしのいだアリソンのファインセー。
インターセプトします。ラビオ、ここでボールを失いました。このボールは重要です。チエザ、ここは慌てずキーパーがボールを抑えています。アレクシス・マクアリステル、ボールはロバートソン、ジョッタ、ブラホビッチ、パスは通らない。ユベントスがボールを失いました。プレスが効いています。これは攻撃のチャンス。自らボールを持ち込んでいきます。このタックルは危ない。レッドでしょうか。選手が退場となってしまいました。不審のカードを出すしかありませんね。同点の状況を考えると監督も今のプレーには怒っているでしょう。ここでリバプールが選手を交代します。中の選手にクロスを入れた。相手ボールです。早めにボールを入れてきた。通りませんね。クリアされました。いいロブパスです。これはチャンスです。高い位置でインターセプトしました。これはキーパーが止めた。シュートを許しません。チャンスが生まれそうだ。深くえぐってからのクロスです。落ち着いています。ダルウィン、ボールをキープして相手を引きつけます。シェフニーのセーブ、まだインプレーです。これは強烈なタックル。組み立ては良かったんですが、相手ボールになります。
リソン・ベッカー。キーパーからのボールは相手がカット。ボックス内へ入れてきた。ここで大きく前に出します。ルイス・ディアス、マークを振り切った。アリアンツスタジアムで行われているこの一戦はハーフタイムを迎えました。アリアンツスタジアムからお送りしているこの一戦、後半のキックオフです。スルッと上がってパスをカットしました。パスをつないできましたがここで奪われました。ピンチでしたがここはうまくクリアしました。ブラホビッチ、ユベントスがパスをカットされました。味方を使うでしょうか。ダルビン、シェスニーのファインセーブ、1対1を止めました。しっかりボールを保持しています。簡単に流し込めば決まる距離でしたが一体どうしたんでしょうか。判断は良かったと思いますがひどいシュートミスになってしまいましたね。ここまで見どころに欠ける試合になっていますね。どちらのチームも前線にパスをつなげられていません。何か工夫が必要ですね。ボールは外に出ました。スローインです。ガッティ、ボールを失ったのはユベントス。試合終了まで残り時間は30分です。アレクシス・マクアリステル、危ない場面もタックルで防ぎました。セプトしました。ボールはリバプールから相手に渡ります。ボールを保持できません。リバプールのフリーキックでゲームが再開されます。
ユベントスの選手交代ですが、一度に2人投入してきます。残り時間は20分です。ロバートソン、ルイス・ディアス、中央にクロス、かなり危ないシーンでしたが、なんとかしのぎ切りました。このロブパスはよくスペースが見えていました。ユベントス、ボールをインターセプトされました。ゴール前、期待も高まります。ゴール前に入れてきました。キーパーが難なくキャッチしました。読んでいたんでしょう。攻撃に移りたい。前を向いてボールを運んでいきます。なんとかわしました。しかしもう一人ディフェンダーがいました。ユベントスのサポーターは残り時間で勝ち越しゴールを期待しているようですね。スタジアム中から猛烈な歓声が上がっています。時間がない中、これが最後の攻撃になるかもしれません。ゴールを決めれば勝ち越しです。これは読んでいたんでしょうか。味方をうまく使います。対応、さあカウンターを仕掛けるか。ここはボールを奪われました。カウンターから得点ならず。ボールをキープして自ら勝負します。やりました。値千金の勝ち越しゴールです。嬉しそうですね。このままいけば今日の主役になります。アディショナルタイムにドラマが待っていましたね。最高の時間に勝ち越しゴールを決めました。相手の心を折るには十分な威力ですね。ここから試合が慌ただしくなってまいります。アディショナルタイムに2分加算されましたね。現在1点のビハインドですが、時間がない中で同点のチャンスを作り出せるでしょうか。ディオゴ・ジョッタ、どうする。チェスニーの敗戦、1対1を止めました。このコーナーを追加点に結びつけられれば試合はほぼ決まります。試合終了です。シーズン開幕戦、チームは勝ち点3も手にしました。さすが昨シーズンの。
タンドは今日も熱狂的なサポーターで埋め尽くされました。選手たちへの熱い声援が激闘を予感させます。 EA TV でご覧ください。サッカーファンの皆さん、お待たせしました。今日は待望の一戦をアリアンツスタジアムからお送りします。この試合の実況は西岡明彦、解説は福西崇史さんです。さあ、サッカーファンも注目のこの一戦、ユベントスがリバプールを迎え撃ちます。チームは相手をリードしている状況ですから、ここで勝利を収めて8点差を6に広げておきたいですね。精神的にも有利に立つことで流れを完全に自分たちのものにできるでしょう。タイトル争いを決定づける一戦になるかもしれません。コスティッチ、ユベントスのスターティングメンバーを見ていきましょう。ゴールキーパーはシェスニー、ラビオとロカテッリが中盤の真ん中、攻撃の布陣は2トップを採用しています。2人のコンビネーションに注目です。こちらがリバプールの先発メンバーです。ゴールキーパーのアリソン・ベッカー、ロバートソンとアレクサンダー・アーノルドがサイドバックに、サラーとルイス・ディアスが中盤のワイドの位置、そしてトップはダルウィンです。アドリアン・ラビオ、コスティッチに渡った。味方を使うでしょうか。チャンスになりそうでしたが、攻撃は阻止され、ボールは相手に渡りました。アレクシス・マクアリステル、一気に抜きました。これはチャンスです。シェスニーが防いだものの、プレーは続いています。決まった。2度目のチャンスは見逃しません。これはキーパーも悔しいでしょう。このシュートにキーパーはよく反応しましたね。しかし弾いたボールに味方のフォローがなかったため、相手に決められてしまいました。こういうファインプレーには周りが応えてあげないとダメでしょう。ロカテッリ、ダニーロ、ブレーメン、キエーザ、ユベントスがボールを失いました。絶妙なロブパスです。オフサイドフラッグが上がりました。うまく裏を狙ってきましたね。しかしもっと早くパスを出さないと間に合いません。前でインターセプトした。追いつけるか。おー、先ほどの失点から間を置かずに取り返しました。試合は振り出しに戻ります。ルイス・ディアス、ここでインターセプト、ナイスカットです。危ない場面もディフェンスがクリア。ユベントス、ボールをインターセプトされました。ボールはユベントスへ。ここは抜いてきた。シェスニーのセーブ、まだインプレーです。クロスはマイナス。しかしキーパーはよくあれをセーブしましたね。リバプールとしてはリードするチャンスが不意になったと思っているでしょう。アリソン、ダルビン・ヌニェス、ソボスライ、華麗なテクニックです。サラーに向かう。
クロスはブロックされました。しかし取り返せばチャンスです。パスは通らない。ユベントスがボールを失いました。ライン際でボールに追いつきました。ボールを失った。クロスが入りました。危ない場面もクリアで防いでいます。ボールを外に出してしまいました。これはどうしたんでしょうか。ゴールに向かっています。うまくタックルでボールを奪いましたが、相手ボールのスローインです。この試合で勝ち点3を獲得できればリーグ優勝が決まります。サッカーファンの皆さん、お待たせしました。今日は待望の一戦をアリアンツスタジアムからお送りします。この試合の実況は私、西岡明彦、解説はおなじみ国西隆さんです。さあ、この試合の結果次第では今シーズンの王者が決まるかもしれません。ユベントスがリバプールを迎え撃ちます。チームが勝てばシーズン終了を待たずに優勝が決まるという大事な一戦です。こういうポジティブなプレッシャーは選手にとってはモチベーションになるんですよね。なんだか今日決めてくれるような予感がします。ユベントスのスターティングメンバーを見ていきましょう。ゴールキーパーはシュスリー、ラビオとロカテッリが中盤の真ん中、前にストライカーを2人置いています。この2人が攻撃の軸となりそうです。こちらがリバプール。今日は注目が集まるカードをお届けします。試合開始まであとわずかです。期待が膨らみますね。スタジアムは素晴らしいコンディションになりました。
スタンドは今日も熱狂的なサポーターで埋め尽くされました。選手たちへの今日の舞台はイングランドリバプールに位置するアンフィールド。天気は晴れ、最高のピッチコンディションとなりました。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇さんをお迎えしています。さあシーズンが開幕します。オープニングゲームとなるこのカード、リバプールがユベントスと対戦します。昨シーズンのチャンピオンは開幕戦に合わせてかなり仕上げてきているようですね。ライバルも連覇許さぬと相当気合が入っているようです。こうなるとかなり激しい展開が予想されますね。いい試合を期待しています。こちらがリバプールの先発メンバーです。ゴールキーパーはアリソン・ベッカー、ロバートソンとアレクサンダー・アーノルドがサイドバック、サラーとルイス・ディアスが中盤のワイドの位置、そしてトップはダルビンです。さあどう来るのか、ここは止められました。ボールをキープされます。こちらがユベントスのスターティングメンバーです。ゴールキーパーはシェスニー、ラビオとロカテッリが中盤の真ん中、攻撃の布陣はツートップのようです。息の合ったプレーに期待しましょう。Sports. It's in the game.試合開始を控え、激戦を予感したサポーターが大歓声で、サッカーファンの皆さんお待たせしました。今日は待望の一戦をアンフィールドからお送りします。実況は西岡明彦、
解説には福西崇史さんもお迎えしました。さあサッカーファンも注目のこの一戦、リバプールがユベントスと対戦します。高いパスで裏を狙います。チャンスになるか。オフサイドフラッグが上がっています。こちらがリバプールの先発メンバーです。ゴールキーパーはアリソン・ベッカー、ロバートソンとアレクサンダー・アーノルドがサイドバック、モハメド・サラーとルイス・ディアスが中盤のワイドの位置、そしてトップはダルビンです。こちらがユベントスのスターティングメンバーです。ゴールキーパーはシェスニー、ナビオとロカテッリが中盤の真ん中、前にストライカーを2人置いています。この2人が攻撃の軸となりそうです。一旦クリアしましたね。ボールポジションを失います。ドリブルで相手ゴールに迫ります。サラーに向かう。このボールはクリア。ユベントスボールをインターセプトされました。チャンスだ。何が狙いでしょうか。アリソンのファインセーブ。1対1を止めました。これはあるか。この位置でカットした。ロカテッリ、ダニール、これを決めれば1点リード。これを止める。ゴールを割らせません。ダルビン、このプレーはオフサイドと判定されました。決定的なシーンもありましたね。チーム全体から得点への強い意志を感じます。この流れなら、あ、来ましたね。ロカテッリ、これを外してしまいました。先制点のチャンスに痛いミス。今のは決めておきたかったですね。この後の展開が全く変わってきますから。ボールポジションが相手に移ります。マッケニー、ガッティ、マッケニー、ここはじっくりとパスを回しています。しかしここでボールロスト。ここはシュートチャンス。サポーターの声に応えたい場面。
そうだったんですが、ディフェンスに阻まれました。リバプールは2005年にビッグイヤーの永久保持が認められました。さらにトロフィーを追加したいでしょうね。はい、名門クラブの復活に期待しましょう。中央にクロスが上がった。ショボスライ、精度の高いクロスでしたね。最後はドンピシャのヘッド、お手本のようなゴールでしたね。これで1分アディショナルタイムが追加されます。レフリーの笛が鳴り、前半終了のホイッスルが鳴り響きました。後半のキックオフ、リバプールの1点リードで折り返しです。このプレーはオフサイドです。ボールが足につきません。ルーズボールだ。これで2点リード。さらに相手の優位に立ちます。プレーを見ましょうか。この突破で一気にチャンスになりましたね。至近距離ですから落ち着いて合わせるだけでしたね。ロカテッリ、逆サイドへ振ります。ダニール、ブレーメン、ガッティ、このボールはスローイン。ディフェンスを置き去りにした。しかしこれは狙えます。素晴らしいセーブ。ここは難を逃れます。アドリアン・ラビオ、ボールロスト。サラーが待っている。最後はキーパーの手の中へ。ダニールインターセプトしました。これはチャンスだ。ゴールを狙う。ディフェンスが体に当てています。リバプールのスローインです。ここでボールを奪う。さあ中には入れさせない。ダニーロ、ボールはコスティッチへ。ロブパスの先に選手が走り込む。いい形になりそうです。ブレーメン、さあユベントスが仕掛けていこうかという場面。ロカテッリ、ユベントスから相手にボールが渡ります。
リソン、ロバートソン、中の選手を狙ってきた。リバプールがここでボールをロスト、キーパーに渡りました。試合終了まであと20分です。これは見事なパスカットです。サラ、これはコーナーキックです。コーナーからエリア内へ、ブラホビッチ、アドバンテージを取っています。ユベントスの攻撃が続く。相手のパスをカット、試合終了まで15分です。ブレーム、ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。このパスはわずかにタイミング合わなかったようです。相手ボールのスローインです。ゴールキックとなりました。ここでリバプールが選手を交代します。ボックス内へ入れてきた。しかしこれはキーパーの守備範囲内でした。後半の45分も終盤を迎えました。ホームチームは相手を大きくリードし、思うように試合を進めています。堅実な試合運びでここまで2点のリードを築きましたね。このままなら心配もいりません。あとは終了のホイッスルを待つだけでしょう。シュートチャンス、キーパーがシュートを許しません。しっかりとボールを抑えました。ここでカットしました。フィリップ・コスティッチ、裏までしっかり見えています。キーパーが止めました。ファインセーブでチームを救います。相手のパスをカット。アディショナルタイムは1分との表示。アドリアン・ラリオ、フィリップ・コスティッチ、裏へのいいパスが出た。試合終了です。チームは見事に勝利を収めました。これでさらにライバルを、この試合で勝ち点3を獲得できればリーグ優勝が決まります。キックオフまであとわずか。スタジアムは素晴らしいコンディションになりました。今日の舞台はアンフィールドです。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんをお迎えしています。さあ大一番になりました。タイトル争いがここで決するかもしれません。リバプールがユベントスと対戦します。チームの優勝の瞬間を見届けようと大勢のサポーターが駆けつけていますね。これなら選手たちもいつも以上の力を発揮できるでしょう。
持ち越しになるとどうなるか分かりませんから、ぜひ今日の試合で勝利し優勝を決めてもらいたいですね。シュートチャンスです。このミスは痛い。相手にパスを出しました。こちらがリバプールの先発メンバーです。ゴールキーパーはアリソン・ベッカー、アレクサンダー・アーノルドとロバートソンがサイドバック、サラーとルイス・ディアスが中盤のワイドの位置、そしてトップはダルウィンです。ゴールが狙えそうです。キーパーが止める。シュートを許しません。ここは相手がうまく対処しました。これはもう一度コーナーキックです。コーナーから中へ。通りませんでしたね。危ないところにボールを運ばれましたが奪い返しています。カジュール、タックルが成功しボールを奪取しました。アリソン、ダルウィン・ヌニエス、ボールはユベントスへ。レフェリーがユベントスのフリーキックを指示しました。ダニール、ユベントスがパスをカットされました。ここで狙いたい。なんとかカウンターを防ぎました。ボールを取り返しています。ここはサポートがあります。キエーザ、真ん中にクロスを上げた。アドリアン・ラビオ、キーパーがキャッチしました。相手のプレッシャーに負けません。ボールを失います。ユベントスのスローインになります。どうした？ボールが出ました。サラ、なんというタックル。チームを救いました。アドリアン・ラビオ、ボールポゼッションは相手に渡ります。ボールをクリアしました。アレクシス・マクアリステル、ディアス、ユベントス、ボールをインターセプトされました。カジュール、攻撃はここで止められます。リバプールにチャンスが来ました。ドリブルは阻止されました。ボールはラインを割っています。
キックオフの時間が迫ってきました。サポーターの声援でスタジアムは大きな盛り上がり。サッカーファンの皆さん、こんばんは。今夜の舞台はアリアンツスタジアム。スタジアム全体がサポーターの熱気に包まれています。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。オンラインフレンドリーシーズンの開幕戦はユベントスがリバプールを相手にします。この開幕戦に昨シーズンの王者が登場しますね。連覇を目指すためにもここは勝ちを譲れないゲームとなりました。開幕に合わせてどうチームを仕上げてきたのか、じっくりと見せてもらいましょう。ユベントスのスターティングメンバーを見ていきましょう。ゴールキーパーはシェスニー、ラビオとロカテッリが中盤の真ん中。攻撃の布陣は2トップを採用しています。2人のコンビネーションに注目です。こちらがリバプールの先発メンバーです。ゴールキーパーはアリソン・ベッカー、ロバートソンとアレクサンダー・アーノルドがサイドバック、モハメド・サラーと。お、シュートチャンスですね。注目の一戦を前にスタンドのサポーターからの大きな。サッカーファンの皆さん、お待たせしました。今日は待望の一戦をアンフィールドからお送りします。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんもお迎えしています。さあ今日はどんな結末が待っているんでしょうか。注目のこの一戦、リバプールがユベントスと対戦します。チームが前節で勝利を収めたことで選手たちも自信に満ちていますね。この勢いで連勝を狙っているのは間違いないでしょう。相手もかなり気合が入っているようですし、ここは熱戦を期待できそうですね。こちらがリバプールの先発メンバーです。ゴールキーパーはアリソン・ベッカー、ロバートソンとアレクサンダー・アーノルドがサイドバック、ルイス・ディアスとモハメド・サラー、中盤のワイドの位置、そしてトップはダルウィンです。ダルウィン、シュートの大歓声。ここで打てるか。これはキーパーが止めた。シュートを許しません。中に入れた。ここはしっかりとボールをキープ。ブロックで守った。ドリブルでボールを運びます。いいボールでしたが、ここは触れません。中の選手の頭上を越えていきます。こちらがユベントスのスターティングメンバーです。ゴールキーパーはシェスニー、ラビオとロカテッリが中盤の真ん中。攻撃の布陣は2トップのようです。息の合ったプレーに期待しましょう。クロスボールがゴール前。いいボールでしたが、ここはクリア。プレスがかかりました。高い位置で取り返しました。これはチャンスか。サラ、ゴールを許さない。キーパーがセーブ。このコーナーは誰に蹴るか。ディフェンダーがクリアしました。ボールは相手のものになります。
枠がゴールを防いでくれました。キーパーも失点を覚悟したと思います。この運を生かしたいですね。ここはボールを出しました。ここでうまく対処します。ここはしっかりプレスをかけていきます。
この試合に勝利すれば優勝が確定します。果たして今日決まってしまうのでしょうか。サッカーファンの皆さん、こんにちは。アンフィールドへようこそ。大勢のサポーターの熱気の中からサッカー中継をお送りします。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西忠さんもお迎えしています。さあ大一番になりました。タイトル争いがここで決するかもしれません。リバプールがユベントスと対戦します。チームの優勝の瞬間を見届けようと大勢のサポーターが駆けつけていますね。これなら選手たちもいつも以上の力を発揮できるでしょう。持ち越しになるとどうなるか分かりませんから、ぜひ今日の試合で勝利し優勝を決めてもらいたいですね。中央へのクロスです。こちらがリバプールの先発メンバーです。ゴールキーパーはアリソン・ベッカー、ロバートソンとアレクサンダー・アーノルドがサイドバック、サラーとルイス・ディアスが中盤のワイドな位置、そしてトップはダルビンです。ユベントスのスターティングメンバーを見ていきましょう。ゴールキーパーはシェスニー、ラビオとロカテッリが中盤の真ん中、攻撃の布陣は2トップを採用しています。2人のコンビネーションに注目です。チェックに行っておくべき場面でした。ディフェンスの連携を見直した方がいいんじゃないでしょうか。ボールポジションは相手チームです。さあアタッキングサードにボールを運びます。何をしてくるんでしょうか。ロバートソンがボールをロスト。アリソン・ベッカースペースに見事なドリブルパス。ここはオフサイドを取られました。もっと待ってからパスを出すべきでしたね。受けてももっと早くオフサイド側に戻らないとうまくいくはずがありません。ドリブルで運びます。先のことを考えすぎました。相手にボールを奪われています。コスティッチ、キーパーがしっかりと止めました。中で選手が待っています。狙いは良かったんですがキーパーに阻まれました。ロバートソン、ここで取り返します。マケニー、ガッティ、ファジョーリ、ディフェンスがうまく対応。セフトします。ディアス、ユベントスがボールを奪取。フリーキックです。リバプールです。反
もう少し中に行っていれば入ってましたね。このパスは精度を欠いていました。ボールがラインを割ってスローインです。アレクシス・マクアリステル、リバプールがボールを失いました。さあリバプール、ここから危険な形を作れますか。アドバンテージを取っています。ユベントスの攻撃が続く。ライン際でキープしました。ゴールに迫ります。ここはタックルでうまく対処しました。スローインです。体を寄せる、体に当ててクロスをブロック、パスをカットします。キエザ、入れば同点ですが、難しい角度でしたが悪くないシュートです。入る可能性は低かったと思いますが、相手に意識させるのは悪くないかもしれません。これはいい位置だ。ゴールゴール。ここでチームがリードを広げます。この追加点は大きい。優勝に向け盤石の体勢を築きました。あとはこのまま守りきるだけですね。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。カットされました。ダニーロ、ユベントスがアタッキングサードへ入ってきました。さあどうする。攻撃はここまででしたね。相手チームにボールが渡ります。中断していた分の1分がアディショナルタイムに加えられます。アドバンテージが取られています。リバプール、ここで長いホイッスル、前半終了です。後半のキックオフです。スコアを見れば分かるように。
スタジアムではキックオフを待ちきれない様子のサポーターの大サッカーファンの皆さん、こんにちは。差し込む日差しがピッチを眩しく照らしています。アリアンツスタジアムへようこそ。実況は私西岡明彦、解説はプロ選手として公式戦400試合以上に出場した経歴を持つ元サッカー選手の福西崇史さんです。オンラインフレンドリーシーズンの開幕戦はユベントスがリバプールを迎え撃ちます。連覇を狙っているチームとしてはまずこの開幕戦で相手を圧倒しておきたいでしょう。シーズンを有利に戦うためにもこの一戦の結果は大きな意味を持ちます。もちろん相手にとっても譲れない勝負ですから、見応えのある試合を期待できそうですね。ここからユベントスボールです。ユベントスのスターティングメンバーを見ていきましょう。ゴールキーパーはシェスニー、ラビオとロカテッリが中盤の真ん中、前にストライカーを2人置いています。この2人が攻撃の軸となりそうです。こちらがリバプールの先発メンバーです。ゴールキーパーはアリソン・ベッカー、アレクサンダー・アーノルドとロバートソンがサイドバック、ルイス・ディアスとサラーが中盤のワイドの位置、そしてトップはダルビンです。ドリブルで崩します。さあどう動いてくるか。ゴール、早くも先制ゴール。リプレイが出ます。いいカウンターでしたね。ボールを奪って一気に攻めに転じました。最後は2対1でしたから、キーパーはノーチャンスでしたね。ユベントス、ボールをインターセプトされました。ダルビン、狙ってましたか。カットします。ボールを失いました。遠藤航、ここでボールを取り返します。ガッティ、タックルでボールを外に出し、スローインになりました。ここはディフェンダーが読んでいました。ここはボールをキープ、ディフェンスをものともしません。アタッキングサードに攻め込みます。何を選択してくるんでしょうか。プレーオンです。ユベントスへのアドバンテージ。ボールポゼッションを守れません。マケニー、ボールを奪います。同点になるのか。あっと、リバプール同点のチャンスをものにできず。惜しかったですね。これはショックでしょう。低いパスはわずかに味方と合いませんでしたね。相手のスローインになります。アドバンテージを取っています。ユベントスの攻撃が続く。ここはオフサイドの旗が上がりました。ちょっと飛び出しが早すぎでしたね。オンサイドに戻ろうとしたものの間に合いませんでした。トレント・アレクサンダー・アーノルド、アンドリュー・ロバートソン、
レクシス・マクアリステル。ボールは相手チームに。前に進んでいます。予感があったようにも思えたんですが、ディフェンスが収め相手ボールに変わります。裏へのいいボールです。キエザー、よく集中していますね。プレッシャーのかかる中でも落ち着いてセーブしました。アドリアン・ナビオ、強い当たりだ。ここで抜いてきた。同点ゴールか。やりました。クリアすべきでしょう。ラビオのボールへ相手の選手が迫ります。さて前半戦は残り時間わずかとなりましたが、現在アウェーチームがビハインド、相手を追う展開が続いています。1対0とお互いにあまりチャンスを作れていませんが、流れは相手に行ってしまっているようですね。後半も同じような展開にしないためにも、この辺で自分たちのペースで戦えるようにするきっかけが欲しいところです。オフサイドの旗が上がりました。まあパスが出た時、受け手は自陣側に戻ろうとしていましたからね。明らかにパスを出すのが早すぎます。ここで決められるか。入った、ゴール。ここでリードを2点に広げてきました。映像が来ましたね。攻め込んでから折り返したパスが効果的でした。そしてフィニッシュです。第一でパスの選択肢もありましたが、ここは自分で決まってきました。アリアンツスタジアムで行われているこの一戦はハーフタイムを迎えました。さあ再びキックオフです。好調のユベントスは前半だけでかなりのマージンを築きました。ダルビン、なんというタックル。チームを救いました。さあ味方も連動して動いてくる。パスをカットされたのはモハメド・サラー。さあどうする。絶好のチャンスでしたが、シュートには持ち込めません。最後はキーパーがボールを抑えました。これはいい位置でカットした。ロカテッリ、フィリップ・コスティッチ、ロカテッリ、思いっきりのいいタックルですね。ボールをダッシュしました。アドバンテージを取りましたが、ここで止めました。
ユベントスにフリーキックが与えられました。ユベントスボールをインターセプトされました。さあここで一気に仕掛けられるか。弧を描いて裏を狙います。ヘディングシュートはキーパーがセーブしました。ダニール、ボールを取り返します。体をうまく使ってボールを守っています。ロバートソン、リバプールがボールを失いました。試合終了まであと20分です。ダルウィン、リバプールが再びボールをロスト。ここはサイドを変えてきました。クロスはディフェンスを越えません。ポゼッションは相手に渡ります。仕掛けてきました。チャンスになりそうです。ダニール、ユベントスがパスをカットされました。コナテ、アレクサンダー・アーノルドに渡った。クロスボールがボックス内へ。なんとか難を逃れましたね。ファジョーリ、ユベントスがボールを失いました。ラビオ、ブレーム、ファジョーリ、プレスが効いています。これは攻撃のチャンス。ボールを大きく押し出します。リバプールがここでボールをロスト。さて残り時間も少なくなってきましたが、リバプールは相手にかなりのリードを許してしまっています。現在2点差ですから、ここからの逆転は厳しいと言わざるを得ません。しかし1点返せれば同点の可能性も見えてくるので、まだ諦めないでほしいですね。タックルで止めた。しかしボールがこぼれている。アディショナルタイムは1分との表示。ここはオフサイドフラッグが上がっています。ゲテと出しての意思疎通ができていませんね。もう少しパスを出すのを待つべきでした。ここでホイッスル。昨シーズンのチャンピオンがシーズン開幕戦を落としてしまいました。キックオフを待ちきれない様子のサポーターの大歓声が響き渡って
サッカーファンの皆さん、お待たせしました。今日は待望の一戦をアリアンツスタジアムからお送りします。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。さあ待ちに待ったこの試合、ユベントスがリバプールを相手にします。8点で相手を追うチームにとって、ここは負けられない試合になりました。優勝するためには8点の獲得が必須、できれば3点全てを確保しておく必要があります。おそらく前半から積極的に仕掛けてチャンスをたくさん作り出そうとしてくると思いますよ。こちらがユベントスのスターティングメンバーです。ゴールキーパーはシェスニー、ラビオとロカテッリが中盤の真ん中、攻撃の布陣は2トップを採用しています。2人のコンビネーションに注目です。シュートのチャンスだ。試合は始まったばかりですが、早くも先制点が決まりました。立ち上がりを疲れましたね。まずは落ち着くことが大事です。リプレイが出ます。いいところにスルーパスを出してきました。そしてサラーのこのフィニッシュ、あれだけマークされていても決めてきました。さすがですね。ロカテリこれは見事なインターセプト。リバプールは国内とヨーロッパで数々のタイトルを獲得しています。そうですね、最近はライバルも多くなりましたが、常に新たなタイトルを狙っていると思います。相手陣内でインターセプト。追いつけるか。ゴールが空いています。誰もいないゴールでシュートを決めました。冷静なシュートではありましたが、逆にキーパーはどうしてしまったんでしょうか。これはどうなっているんでしょうか。ゴールを守る選手がいなければ相手の得点を防ぎようがありません。ここはボールロスト。ちょっと集中力を欠きました。プールのボールになりました。タックルがきれいに決まりました。行くしかない。1対1をしのいだ。シェスニーのファインセーブ。コーナーから中へ。ここはブロックで守る。攻撃に移りたい。アレキサンダー・アーノルド。ソボスライ、いい寄せです。アレクシス・マックアリスター、タックルが決まった。プレーオンです。ユベントスへのアドバンテージ。さあどうする。アリソンのファインセーブ。1対1を止めました。ゴール前へ。あっと、これはよく止めましたね。あのヘディングに反応するのがすごいですよね。
スーパーセーブです。このクロスはそのままゴールラインを割りました。ボールは相手に渡りました。リバプールにチャンスが来ました。アレクシス・マクアリステル、ディフェンスが冷静に処理します。した先には相手の選手が。アレキサンダー・アーノルド、タックルが決まった。レフェリーがユベントスのフリーキックを指示しました。パスは通らない。ユベントスがボールを失いました。リバプールのアドバンテージを見ています。スペースを探しています。タックルで相手のチャンスを潰しました。コスティッチ、これは見事なインターセプト。アディショナルタイムに1分加えられます。コスティッチ、クロスはブロックされます。クロスボールにはファンダイクが対応します。レフェリーのホイッスル、前半が終了。アリアンツスタジアムからお送りしているこの一戦、後半のキックオフです。ロバートソン、マックアリスター、危ないところにボールを運ばれましたが奪い返しています。カウンターを狙います。上がっていけるか。そぼすらい、止めた。シェスニーが目の前からのシュートに超反応を見せました。コーナーキックが入ります。ディフェンスがクリアしました。そぼすらい、ここでうまく対処します。スローインが与えられます。ここは体を張ってボールをキープ、奪われません。ポゼッションは相手チームに。ゴールの予感のある形になってきました。リバプールボールをクリアします。さあどうする。さあ、おっと、これはキーパーの大セーブ。リバプールのコーナーキック、勝ち越すチャンスです。コーナーからエリア内へ、カウンターのチャンスです。
コスティッチ、中にクロスが入った。惜しい場面でしたが最後はキーパーがキャッチしました。叩いて渡すこともできます。攻撃はここで止まりました。ボールは相手チームに渡ります。ブレーメン、ラビオ、ここでボールをダッシュしました。ナイスタックルです。裏を狙ったパス、通ればチャンスだ。おっと、ここはオフサイドを取りました。パスも飛び出しも完璧に見えましたけどね。ギリギリのところですが、わずかに動き出しが早かったんでしょう。相手に渡ります。遠藤航、ソボスライ、サラ、ダルウィン、プレッシャーの中でも落ち着いてキーパーがセーブしました。試合終了まであと15分あります。ダルウィン、このシュートを弾いた。高い位置からプレッシャーをかけて取り返しました。これはチャンスか。さっきのスーパーセーブに阻まれなければ1点リードだったんですよね。まあここまでのプレーを見ている限り、次にチャンスがあれば決めてくれるでしょう。さあこれをきっかけにして攻めていけるでしょうか。残り時間はあとわずか。サポーターの声は大きくなっていますが、ホームチームを勝利に導けるでしょうか。結末は分かりませんね。ホームチームが歓声を背に攻めきれるといいんですが。ボックス内にクロスが通ります。ボールはリバプールから相手に渡ります。マッケニー、両チーム同点のまま試合は残り5分を切りました。この時間ですから、ここで1点リードできれば大きなアドバンテージとなります。しっかりとクリアしました。パスは通らない。ユベントスがボールを失いました。ボールが強すぎました。キーパーが抑えています。アディショナルタイムとして1分追加されました。ここで長いホイッスル。最後まで接戦でしたが、結局引き分けのまま試合終了。激戦を前にしてスタジアムは大いに盛り上がっています。
サッカーファンの皆さん、お待たせしました。今日は待望の一戦をアリアンツスタジアムからお送りします。実況は私西岡明彦、解説は福西崇史さんです。さあ、サッカーファンも注目のこの一戦、ユベントスがリバプールを相手にします。決められるか。試合開始早々リードするチャンスを逃しました。完全に決まったと思いましたが、まだ調子が出ていないようですね。ユベントスのスターティングメンバーを見ていきましょう。ゴールキーパーはシェスニー、ラビオとロカテッリが中盤の真ん中、前にストライカーを2人置いています。この2人が攻撃の軸となりそうです。こちらがリバプールの先発メンバーです。ゴールキーパーはアリソン・ベッカー、ロバートソンとアレクサンダー・アーノルドがサイドバックに、モハメド・サラーとルイス・ディアスが中盤のワイドの位置、そしてトップはダルウィンです。さあ、ユベントスが仕掛けていこうかという場面、サポーターの声援が高まる。決定的なシュートでしたが決まらない。誰かに当たったようですね。高いボールで味方を裏に走らせます。ポゼッションを失いました。ルイス・ディアス、さあ攻め上がってきました。この後の展開に注目です。コナテ、ファンダイク、ボールを運んでいます。決まれば勝ち越し。止めた。シェスニーが目の前からのシュートに超反応を見せました。ボールを入れた。ディフェンスボールを奪います。おっと、これはいいぞ。見事なタックル、危機をしのぎました。ところでインターセプトしました。スペースに見事なスルーパス。いい攻めを見せていましたが、ここで断ち切られました。サポートの選手がいます。見事な視野です。これは見事なタイミング、キーパーがセーブします。ボールをキャッチしました。コスティッチ、絶好のチャンス、入った。この試合最初の得点です。素晴らしいゴールでしたね。サポーターも盛り上がっています。さあ、リバプールボールのキックオフでリスタートです。現在1点ビハインド、まだ追いつける点差です。フィリップ・コスティッチ、アドリアン・ラビオ、マークがいません。うまくタックルしましたね。ボックス内で仕事をさせません。さあ、ゴールを狙いに行く。アリソンが防いだものの、プレーは続いています。なんとか難を逃れましたね。ここはタックルで止めました。ボールを奪取しています。アドリアン・ラビオ、いいクロスがファーサイド、しかしここはキーパーが素早く反応しました。ここでボールを奪う。ボールを保持できません。サイドのスペースを使ってきました。
タックル、ファールをせずよく止めました。さて前半戦は残り時間わずかとなりましたが、現在アウェーチームがビハインド、相手を追う展開が続いています。お互いに少ないチャンスの中で相手はしっかり得点に結びつけました。その結果が1点を追いかけねばならないこの状況を招いたんでしょう。同点に追いつくために何をすべきかをハーフタイムの間によく話し合った方がいいですね。パスは通らない。ユベントスがボールを失いました。いいスペースにボールを出しました。前半終了のホイッスルです。再びキックオフです。前半はユベントスが1点リードしました。この優位を生かして後半に臨みます。パスをカットした。ルイス・ディアス、マックアリスター、マックアリスター、どこを狙っているでしょうか。同点です。リバプールが追いつきました。攻守の切り替えが大事です。弧を描くようなパスです。主審がオフサイドの判定です。リバプールの選手交代です。プレスをかけて取り返しました。残り時間は30分です。これでユベントスボールです。力強いタックルです。味方を使うでしょうか。おっとこれはいいぞ。キエザ止めた。ここはキーパーが立ちふさがります。なんとか追いついてボールをキープします。さっきのスーパーセーブに阻まれなければ。
1点リードだったんですよね。まあここまでのプレーを見ている限り、次にチャンスがあれば決めてくれるでしょう。ここはサイドを変えてきました。スローインが与えられます。キエザボックス内へ入れてきた。おっとクリアしましたね。通っていたら危ないクロスでした。ここは一気に攻め込んでいくのか。ジョッタ、ラビオのボールへ相手の選手が迫ります。これはよく追いつきました。ライン際でボールをキープしました。ここでパスカット。ロバートソン、ディアス、さらに向かう。ここは副審がオフサイドを取りました。スルーパスのタイミングが合いませんでしたね。今の場面はもう一人味方がいたので、そっちに任せるべきでした。ロブで裏を狙います。ルイス・ディアス、ここは奥を狙うべきでしたね。ユベントスがパスをカットされました。最後のチャンスになるでしょうか。ゴールを割れれば決勝点になるでしょう。中に入れてきました。シェフリーのセーブ、まだインプレーです。しっかりとクリアしました。ディオゴ・チョッカ打てるか。キーパーがセーブ。コースを読んでいたか。ここでプレーが途切れました。ボールがラインの外に出ています。いいところでボールを取りました。相手陣内でインターセプトです。これはうまい。ボックス内にクロスが通ります。しかしここはキーパーが素早く反応しました。ホームのサポーターの声がどんどん大きくなっているようです。時間が少なくなっていますが、勝ち越しゴールは生まれるでしょうか。体力的には一番厳しい時間ですが、この声を聞けば足も止まらないでしょう。期待したいですね。1点リードにできるか。さあ勝利はもう目の前です。時間をうまく使っていきたいですね。試合終了まで1分を切りました。このパスはわずかに味方と合いません。相手のスローインになります。ここで終了のホイッスル。チームはこの試合に勝利し、勝ち点でもライバルに並びました。大事な一戦をものにして、タイトル争いを振り出しに戻しましたね。この後始まる熱戦を前にして、すでに大勢のサポーターでサッカーファンの皆さん、こんにちは。アリアンツスタジアムへようこそ。大勢のサポーターの熱気の中からサッカー中継をお送りします。この試合の実況は私西岡明彦、
解説は元 J リーガーの福西崇史さんです。さて誰もが待ちに待っていたこの試合、ユベントスがリバプールを相手にします。チームは前節に引き続きこの試合でも勝利を狙っていますね。選手たちの調子が上がっている間に勝ち点を稼いでおくのが優勝への近道です。サポーターも期待しているようですし、ここはやるしかないでしょう。体をうまく使ってボールをキープしています。ユベントスのスターティングメンバーを見ていきましょう。ゴールキーパーはシェスニー、ラビオとロカテッリが中盤の真ん中。攻撃の布陣は2トップのようです。息の合ったプレーに期待しましょう。こちらがリバプールの先発メンバーです。ゴールキーパーはアリソン・ベッカー、アレクサンダー・アーノルドとロバートソンがサイドバック、ルイス・ディアスとモハメド・サラー中盤のワイドの位置、そしてトップはダルビンです。アリソンのセーブ、まだインプレーです。視野が広い。キエザ、これはディフェンスを超えません。アレクシス・マクアリステル、このパスは読んでいました。ダルビン、勝ち越しなるか。ボールポゼッションが相手に移ります。ドリブルで相手ゴールに迫ります。ここでボールを失いました。ダルビン、クロスボールはキーパーがキャッチしました。絶妙なロブパスです。チャンスになりそうだ。キーパーは外に弾き出しました。リバプールにコーナーキックが与えられます。コーナーからエリア内へ、いい位置でカットした。中の選手と呼吸が合わなかった。クリアできるか。リバプールはサイドに持ち出すでしょうか。どこを狙っているでしょうか。タックルで防いだ。ピンチをしのいでいます。相手が寄せてきました。うまく読んでいましたね。前を向いてアタッキングサードにボールを運びます。ここからどう得点につなげるか。リバプールパスをつなげない。リバプールのコーナーです。ここでリードできるでしょうか。さあどうする。バーで跳ね返った。一時はどうなるかと思いましたが、なんとかしのぎましたね。今のはリバプールにとってラッキーでしたね。まあ次こそ均衡を打ち破るシュートを決めてくれるんじゃないでしょうか。ガッティ、マッケニー、見事なインターセプト。ディフェンダーの読み勝ちでしょうか。味方につなぐこともできます。
置。おっと、これはキーパーのナイスセーブ。しばらく押し込まれる時間が続きましたので、サポーターからひときわ大きい声援が上がっています。勝ち越しゴールを奪いたいですね。コーナーキックが入ります。高い位置でカットしました。プレスが効いています。ボールが相手に当たってラインを割りました。コーナーキックです。リバプールがボールを取りました。リバプールはサイドに持ち出すでしょうか。リバプールのコーナーキックです。エリア内へ向かうか。ヘディングシュートはキーパーがセーブしました。サラーが待っている。通った。しかし囲まれています。キーパー弾く。クロスボールをクリアします。危機を逃れました。アレクサンダー・アーノルド、ボックス内にクロスが通ります。いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。前半が終了いたしました。アリアンツスタジアムからお送りしているこの一戦、後半のキックオフです。このロングパスはよくスペースが見えていました。いい攻めを見せていましたが、守備側がうまく対応しました。ロバートソン、ディアス、絶好のチャンスです。止めた。キーパーのスーパーセーブ。タッチを割ってスローイン。ガッティ、ファジョーリ、ブレーメン、ここでボールを取り返しました。ユベントスがアタッキングサードへ仕掛けていくのか。サイドを変えます。ダニーロ、ラビオ、いい寄せです。高い位置でカットします。決めれば勝ち越し。これは枠に当たりました。意表をついたシュートでしたが、角度のないところからよく狙いましたね。ブレーム、試合終了まで残り時間は30分です。ここはキーパーが出てきて拾いました。ボールが前に運ばれてきました。どんな駆け引きを見せてくれるんでしょうか。このコースは読まれていたか。アレクシス・マクアリステル、ソボスライ、ここで抜けたのは大きい。
チャンスになりそうでしたが別のディフェンダーに阻まれます。サラーに絶好のチャンス、モハメド・サラーのゴール、これが先制点です。これは美しい攻めでしたね。キミのパスをつないでスペースを作り、フィニッシュまで持っていきました。何度見ても感心してしまいます。ブレーム、試合終了まであと20分です。ボールを失います。マクアリステル、ボールを失ったのはユベントス。シュートのチャンスだ。このゴールでリバプールのリードは2点に広がりました。積極的な攻撃でしたね。ユベントス中心冷静にゴールを決めました。ファジョーリ、ナイスタックルでしたが相手ボールのスローインです。ダニーロ、相手のマークに合っています。リバプールパスをつなげない。さてこの試合もだいぶ終わりが近づいてきました。アウェーチームにとっては理想的な展開が続いています。堅実な試合運び、シュートチャンスですね。ディフェンスが冷静に対応。ここはクリアで難を逃れます。ユベントスがボールを失いました。フリーキックが与えられました。プレーオンです。ユベントスへのアドバンテージ。ユベントスがここでボールをロスト。ディアス、これはチャンス。チャンスになります。さてアディショナルタイムは1分ですか。ブラホビッチ、ここでホイッスル。チームはこの試合に勝利しました。そして勝ち点でライバルを逆転しています。
今日もスタジアムには熱狂的なサポーターたちが集結しました。サッカーファンの皆さん、こんにちは。アリアンツスタジアムへようこそ。大勢のサポーターの熱気の中からサッカー中継をお送りします。実況は西岡明彦、解説には狙いたい。ここは一旦クリアしました。ユベントスのスターティングメンバーを見ていきましょう。ゴールキーパーはシェスリー、ラビオとロカテッリが中盤の真ん中。攻撃の布陣は2トップを採用しています。2人のコンビネーションに注目です。こちらがリバプールの先発メンバーです。ゴールキーパーはアリソン・ベッカー、ロバートソンとアレクサンダー・アーノルドがサイドバックに、サラーとルイス・ディアスが中盤のワイドな位置、そしてトップはダルビンです。アドバンテージでしょうか。リバプールへのファールを流しています。ここはしっかりクリアされました。マッケニー、ここでキエザ、ウェストン・マッケニー、この失点でライバルのリードを許してしまいました。チームの目標である優勝が遠ざかっていきます。引き分ければ優勝なんで油断があったのかもしれませんね。しかしまだ段階は早いです。ここからが正念場ですね。さあ再びキックオフ、同点を目指すリバプールの攻撃です。予感のある形になってきました。リバプール カットしたのはファンダイク。ディフェンスを翻弄しています。ここでやるのがすごいですね。今のプレーは失敗でしたね。イエローが出る可能性があります。フラッグが上がっています。オフサイドです。キーパーが蹴ったボールはそのままピッチの外へ。スローインになります。ここはボールをキープ、ディフェンスをものともしません。おっとボールを取り返した。ドリブルで侵入していきます。ここはクリアしました。ボックス内の相手をタックルで阻止しました。この位置でインターセプトします。サラマックアリスター、カウンターを狙います。上がっていけるか。見事なロブパス、裏へ通る。アッソンのセーブ、まだインプレーです。ゴールを脅かされた場面でしたが、なんとか守り抜きました。
どこまでドリブルするのでしょうか。これは面白い。同点です。これでこのスコアのまま最後までいければチームはタイトルを獲得します。福西さん、値千金のゴールでしたね。はい、このゴールが選手たちに優勝を意識させたはずです。この流れのまま追加点を挙げられればタイトル獲得は間違いないでしょう。ガッティ、マケニー、ユベントスのボールです。ファジョール、あっとかわしました。いや、もう一人のディフェンダーに止められました。ポジションは相手に移ります。プレスが効いている。積極的に飛び出しました。ボールを確保。ここで相手ボール。スローインでのリスタートとなります。深い位置でのチェック、なんとか追いつきましたね。チャンスにつながりそうです。オフサイドになります。コスティッチ、おっとここでパスカット。自らボールを持ち込んでいきます。いいクロスが中に入った。さあリードできるか。シュートを阻止しました。これはナイスブロック。ここもブロックします。アディショナルタイムが1分追加されました。から折り返した。止めた。アリソン・ベッカーが最高のセーブを見せました。ゴール前に入れた。ホイッスルが鳴って前半終了です。後半開始です。前半同様熱い戦いを期待します。これは見事なパスカットです。惜しいシーンでしたがラインを割ってゴールキックになります。リバプールパスをつなげない。ロカテッリ、味方に合いません。キーパーが難なく処理しました。ブレーム、ガッティ、これはキーパーが抑えています。決まれば勝ち越し。ゴールキックになりました。これはもったいない。キーパーが蹴り出したような形になりましたね。スローインになります。ソボスライ、ボールを失いました。
スルーパスがちょっと強すぎましたね。ここからポゼッションは相手チームに。ここはサイドを変えてきました。素晴らしい視野です。ソボスライ、ソボスライ、ディアス、リバプールのアドバンテージを見ています。パスをカットしました。相手の攻撃を断ち切ります。ダルビン、見事なセーブ。ここはしのぎました。コーナーキックを奪いました。勝ち越し点もどのように狙うのでしょうか。これはあるか。ラビオのボールへ相手の選手が迫ります。スローインです。しっかりキープしてボールを守っています。かなり押し込まれた位置でしたがうまく対応しました。ルイス・ディアス、サラーに渡った。攻撃はここで止められます。ですが効いている。スペースに見事なスルーパス。ルイス・ディアス、キーパー反応した。ボールを跳ね、エリア内へ向かうか。高い位置からプレッシャーをかけて取り返しました。これはチャンスか。リバプールがボールを持ってからもう10分以上経ちました。何度か決定的なシーンもありましたね。チーム全体から得点への強い意志を感じます。この流れなら均衡を打ち破れるかもしれません。とにかく今は一旦守備をする必要がありそうです。試合終了まで15分です。見事なパスカットです。サポートが寄ってきた。ティモシー・ウェア、ここは中央の選手にクロス。ここでキーパーが反応しました。クロスボールをしっかりとキャッチ。後半も間もなく終了です。引き分けに終わりそうな雰囲気もありますが、ホームのサポーターの声援が大きくなっています。結末は分かりませんね。ホームチームが歓声を背に攻めきれるといいんですが。同点のまま試合は終盤に入りました。チームがここで優勝を決めるためには勝ち点3が必要です。次に持ち越しても問題ないとはいえ、決められる時に決めておきたいですよね。監督がどう動いてくるのか気になります。リバプールはサイドに持ち出すでしょうか。ボックス内の相手をタックルで阻止しました。この攻撃が最後のチャンスとなるか。ゴールを割れれば決勝点です。これはいけるか。チェスニーが防いだもののプレーは続いています。インターセプトしました。チャンスになりそうだ。どこにボールを動かすか。止めた。シェスニーのスーパース
ここでなんとかボールに寄せてきました。アディショナルタイムが1分追加されました。さあ長いホイッスルが響き渡ります。この試合を終えた結果、チームのオンラインフレンドリーし、さあ勝利した選手たちがピッチに特設された表彰エリアに集います。待ちに待ったトロフィーを掲げる時がやってきました。このトロフィーを頭上に掲げることができるのはわずか。今日はどんな試合が繰り広げられるのでしょうか。試合から皆さんこんにちは。天気に恵まれ絶好のサッカー日和となりました。最高のコンディションの中、アリアンツスタジアムで行われる試合をお送りします。この試合の実況は私西岡明彦、解説はおなじみ国西隆さんです。いよいよ新たなシーズンの幕開けです。開幕戦となるこのカード、ユベントスがリバプールを相手にします。昨シーズンの王者としては狙うは連覇のみといったところでしょうね。そのためにはこの開幕戦での勝ち点3が欠かせません。今日はかなり激しい試合を見せてくれるんじゃないでしょうか。こちらがユベントスのスターティングメンバーです。ゴールキーパーはシェスニー、ラビオとロカテッリが中盤の真ん中、攻撃の布陣は2トップを採用しています。2人のコンビネーションに注目です。こちらがリバプールの先発メンバーです。ゴールキーパーはアリソン・ベッカー、アレクサンダー・アーノルドと、おっとチャンスです。いきなりゲームが動くかと思いましたが、先制ゴールはなりません。まだエンジンがかかっていないかもしれませんね。フィリップ・コスティッチ、ファンダイクがインターセプト。リバプールのフリーキックでゲームが再開されます。これは見事に奪いました。相手からプレスをかけられています。シェスニー、サラ高い位置でカットしました。プレスが効いています。ここで取り返しました。チャンスになりそうです。これは明らかなオフサイドです。かなり早く飛び出してしまったので、戻ろうとしたところにパスが来ちゃいましたね。ちょっとルーズなプレーだったんじゃないでしょうか。ブレーメン、このボールは通さない。ここでチームの動きが攻撃に切り替わる。コスティッチ、クロスを中央に入れた。なんとか難を逃れましたね。リバプールがボールを失いました。アレキサンダー・アーノルド、ボールは外に出ました。スローインです。おっとここでパスカット。アレクサンダー・アーノルド、ここは通しません。クリアします。これはナイスパスカット。相手に当たりピッチの外へ。スローインです。フィリップ・コスティッチ、アドリアン・ラビオ、ダニーロ、
サイドを変えました。ボールを奪った。いいタックルでした。いいところへ出した。旗が上がります。オフサイドですね。もっと早いタイミングで出すべきでした。出して側の判断ミスです。ユベントス、ボールをインターセプトされました。ボールをカット。ディアス、惜しい場面でしたがボールはラインを割りました。パスをつないできましたがここで奪われました。味方につなぐこともできます。チャンスかと思いましたが相手ボールになりました。スローインからゲームは再開です。この位置から相手のマークがついています。アリソン・ベッカー、相手ボールになりました。スペースへのボール、ダルビン、シェスニーのビッグセーブ。ここでボールを失いました。スペースに見事なスルーパス、ダルビン。このプレーはオフサイドです。アディショナルタイムとして1分追加されました。ボールを前に運んでいます。1点リードにできるか。ホイッスルが鳴って前半終了です。同点のまま後半戦のキックオフ。リードを奪うのはどちらのチームでしょうか。スキルで抜いてきます。まだ狙います。ゴール。ボールは無人のゴールに吸い込まれていきました。映像が来ましたね。ここでディフェンダーを突破しチャンスを作り出しました。最後はキーパーをかわしてしっかりと決めてきました。落ち着いてましたね。相手に渡ります。ここから狙うのか。ポスト際への強烈なシュートはわずかに外れました。ダニーロ、ボールを失いました。ロブパスの先に選手が走り込む。いい形になりそうです。ブロックした。相手のシュートに反応しています。前方に運びました。頭越しにパスを送った。
マークを振り切ります。チャンスになりそうでしたが別のディフェンダーに阻まれます。ウェストン・マッケニー、マークを確認しておきたいですね。ホームチームがボールを持つ時間が多くなっています。それにもかかわらず厳しい状況が続いていますね。追いつくにはバックラインを前に動かしたり、もっとピッチを広く使ってチャンスを作り出していくべきでしょう。いいビルドアップでしたが相手に渡ってしまいました。アドバンテージが取られていますリバプール。さあユベントスが仕掛けていこうかという場面、アドバンテージでしょうか。リバプールへのファウルを流しています。走り込んだ味方に合わせました。パスをこの位置で防ぎます。ユベントスがボールを失いました。ここは大きくクリアしました。裏も見えていたのか。サラ素晴らしいパス、施設に止めた。至近距離のシュートを防ぎました。ここでリバプールが選手を交代します。このコーナーは誰に蹴るか。通りませんでしたね。ユベントスサポーターの応援がさらに熱を帯びてきました。試合も終盤ですが1点ビハインドのこの状況を覆せるでしょうか。うまく取り返しました。残り時間は15分です。ロバートソン、これは明らかなオフサイドです。そうですね、オンサイド側に戻ろうとしたところにパスが来ちゃいました。あそこに出しちゃダメですね。ここはタックルで止めました。ボールをダッシュしています。うまく振り切った。中にクロスが入った。危ない局面でしたがなんとかしのぎましたね。ホームのサポーターは諦めていませんね。すごい歓声です。この応援に応えないといけませんね。選手たちも最後まで足を止められないでしょう。このパスはカット、読んでいたんでしょうか。カウンターを狙います。上がっていけるか。チャンスに見えたカウンターでしたがここまでです。ボールを失いました。素晴らしいボールです。面白い展開でしたが結果にはつながりません。これが最後の攻撃になるかもしれません。ユベントスは同点に追いつけるでしょうか。ディフェンスの選手がシュートブロック。ボールは相手に渡りました。さて試合の方はそろそろ時計を意識する時間帯になりました。
リバプールがリードしたまま終盤を迎えています。1対0とここまでしっかり守れていますね。シュートが来るか。キーパーが止めました。ファインセーブでチームを救います。残り時間はわずかで得点もリードしています。コーナーキックからゴールを奪えばほぼゲームは決まります。ディフェンス陣のうまい連携で攻撃を止めます。ここでホイッスル。チームは開幕戦で見事な勝利を収めました。福西さん、これは今シーズンも